はい、7月5日金曜日の朝8時41分になりました。府中アスレのマルチスポーツ情報後半戦のキックオフです。このコーナーの後半の10分間というのは毎回いろいろなゲストを招いてお話を伺っていくコーナーとなりますね。で第5回目のゲスト、昨シーズン末までですね、立川府中アスレティック FC の選手で、そこを引退しまして、今シーズンから府中アスレティック FC プリメーラ女子の方の指導者として活躍をされている岡山陽介さんです。岡山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。はい、おはようございます。それではですね、まあ、早速ですが、じゃあやっぱり自己紹介ですよね。はい、はい、お願いします。はい、今、千葉さんにね、紹介していただきました、岡山陽介と申します。はい、僕は出身はですね、隣町の国分寺市になりまして、うん、年齢は今年32歳になります。3月まで、先ほどスポーツ情報で紹介していただいてた府中アスレティック FC で、選手をやっていました。トータルで7シーズン、府中アスレティック FC ではプレーをしました。で今年のその4月からですね、まあ、こちらも先ほど情報ありましたけど、女子チームの府中アスレティック FC プリメーラの方で今現在はコーチとして、関わらせてもらっていますと。はい、はい、なります。はい、自己紹介ありがとうございます。はい、ではですね、まずじゃあ、いつも、ね、私の方からじゃあいくつか質問したいんですけども、はい、じゃあ、今、まあ、自己紹介でもあったように岡山さんは昨シーズンまでは、まあ、プレイヤーでしたね、はい、で7シーズンもやってきたと。で、はい、それを引退して直後に、いきなりこの女子チーム、はい、トップチームの指導者になったと。このいきさつをちょっと教えてください。はい、そうですね、まあ、引退するっていうのを、まあ、決めた後なんですが、まあ、こちらのラジオにも出演したテクニカルダイレクターの谷本さんから、はい、まあ、その女子チームの方の、まあ、指導者として関わってくれないかっていう話をいただきました。うん、で、まあ、ちょっとどうしようかなっていうふうに迷った時間もあったんですが、まあ、ある時、まあ、その迷ってた時期に、府中スポーツガーデンで、はい、女子のプリメーラの選手たちとちょっとボールを蹴る機会がありまして、うん、まあ、その時に、あ、女子選手うまいな、結構いいやつ多いなとか、そういう印象を持ちまして、ちょっと前向きに考えるようになって、まあ、指導者っていう立場も今まで、まあ、大人の指導をすることはほとんどなかったので、うん、まあ、ちょっと自分の成長も見込めるのかなと思って引き受けました。なるほど、はい、そういうことですね。はい、で、まあ、その現役を引退して多少、まあ、自由な時間ができたということで、まあ、指導者の方になるということもあって、はい、今、はい、その日本サッカー協会 の、 その指導者資格を取得中というふうに聞いてるんですけども、はい、今どんな資格を取ろうとしているのか、それでその資格を取ると何が起きるんですか。はい、ですね、指導者の資格はその日本サッカー協会が認定する、資格を取りに行っていまして、僕はですね、まだ資格を何も持っていなかったので、資格、無資格です。ありますね、そうなんです、無資格です。はい、で、フットサル その、まあ、女子チームの、まあ、監督をやるにはフットサルの C 級ライセンスが必要なんですけれども、はい、そちらの資格をですね、現在取りに行く、まあ、段階というか、うん、こちらが、まあ、9月か10月におそらくあるので、はい、まあ、そちらを取るために勉強をしていると、うん、でその前にサッカーの C 級ライセンスも取らないといけなかったので、はいはい、まあ、そちらの方はこの前のゴールデンウィークですね、はい、中に、まあ、なんとか合格して取得はできましたと、うん、今そういう段階で、なんですね、だからいずれにしてもやっぱり監督になるためにも、まあ、まあ、指導者になるためにはやっぱり、持ってなきゃならないとか持っているべき資格と。そうですね、はい、それはぜひ落ちないようにしてください。いや、本当に頑張ります。はい、はいはい、お願いします。はい、はい、であとですね、なんか岡山さんは、はい、引退して、まあ、指導者もやられてると思うんですけども、はいはいはい、この立川府中アスレティック男子のチームの方の、はい、トップパートナーの、まあ、スポンサーさんですね、はいはいはい、株式会社ライフ X というところに勤務を始めたというふうに聞いてるんですが、それは何をやってるんですか。それはですね、ライフ X という会社はすごく簡単に一言で言うと、はい、通販業界の、まあ、コンサルティング会社ですね。通販コンサル。そうです。はい、まあ、響きかっこいいですよね。かっこいいですね。ありがとうございます。はい、そうなんです、そうなんです。まあ、もうちょい具体的に言うと、うん、例えば、まあ、ある商品を売りたいっていう、まあ、会社さんがあった時に、はい、
まあ、それをこうインターネット上で販売できるように、例えば物流であったりコールセンターであったり、そういうインフラの整備から、まあ、例えば多くのお客様、まあ、皆さんですねに 目に留まるように広告を回したりとか、で、まあ、そういった買っていただいた今度はお客様との関係づくりを作ったりとか、まあまあ、いろいろ本当に売る前の段階から売った後のところまで全てあのサポートしていきますよっていう会社ですね。なるほど、すごいですね。それでなんかあの聞いたところによると、そのトップパートナーとしての、はい、この、まあ、の社員としての立場から、はいはい、なんかその立川府中アスレティック FC のホームゲームを、はい、そのアリーナ立川たちのホームゲームを毎日をプロジェクトっていうのが立ち上がって、はいはい、それでなんか岡山君、君がやんなさいっていうことになんかなったと聞いたんですけど、これどういう展開になるんですか、この。そうなんですよ、まあ、満員にしてください、はい、いしたいですよね、はい、そうなんです、そうなんです。あの、まあ、ライフエクスはそのトップパートナーとして関わらせてもらってて、まあ、何か、スポンサーという立場だけではなくて具体的に何かできないかということで、まあ、ちょっと岡山なんか関われというのを社長から、まあ、命令をいただきまして。いや嬉しいですね。まあ、ちょっとめちゃぶりなんですけど、まあ、その中で、まあ、アリーナ立川立ちをちょっと、まあ、満員にする計画をちょっと立ち上げましたと、うん、で、まあ、その中で、まあ、やっぱりよりね、あの多くの方を巻き込んで、まあ、これをぜひ成功させたいなと思っていて、うん、で、まあ、今考えているのは、はい、まず取っかかりとしてですね、はい、まずその府中に関わる人たち、はい、もしくはフットサルが好きな人たちと、はい、まずちょっと飲み会やろうと。飲み会、あのそうなんです、やっぱり飲み会ですね飲み会をやり、まあ、そこでですね情報交換、まあ、コミュニケーションを図りながら、まあ、みんなでちょっと盛り上げていこうよっていう、なんかそういうものが一個まずできたらいいなと思ってて、うん、でそれをですね、もう7月のですね、はい、日程もちょっと具体的に決めてて、ああそうなんですか、21日日曜日の夜にもうやっちゃおうかなと。飲み会を飲み会宣言ですね。飲み会宣言です。飲み会コンサル。そうです、コンサルしないけどそうは違うけど、違うんですけど、まあ、ちょっと一回飲み会をやろうかなと。わかりました。じゃあこれはあれですね、でも詳細はじゃあまあ、もなく、まあ、もなく展開されると、近日中にちょっと発表してやりたいなと思います。わかりました、わかりました、はい、え、千葉さん今日も喋りすぎ、はい、あ、これね、喋りすぎはね、岡山さんです残り2分しかないです、はい、じゃあ好きな、あ、似ている芸能人ですか、そこ恒例の、はいはいはい、まずそこからいきますか。あ、そこ行く、いやいや行くんですか。じゃあまず中、まあみんながお届けしたい、まず現在、うんうん、トップアスリートとしてキャリアを積み重ねてきた岡山さんが現役を引退して、うん、はい、全く新しい仕事を始めることになったじゃないですか。なんで笑ってんのなんで笑われんの、笑ってくれないよ、笑ってくれないんだよ、もう。本当コンサルですね、不安などありませんでしたか。不安だらけだよ。不安だらけだよ。僕もね、これ時間が余るから不安だらけだよ。不安だらけだった。うちも一等目しよう。将来の夢や目標はありますか。これね、本当に言いたかったことで、ありがとう、はい、あのね、アメリカのね、ウォルト・ディズニーにちょっと行きたくて、なぜかっていう、最近読んだ本でウォルト・ディズニー夢を叶える言葉っていう本を読んで、もうめちゃくちゃ感動してそこに行きたいと思いました。はい、次、はい、次休日の、はいはいはい、楽しかったね。あ、そこね、はい、休日ね、美味しいものを食べる、読書する、映画見る、以上、はい、次はい、あ、もうダメです。あ、もうダメ、はい、うわー、本当にですね、この質問のことはいろいろ考えたのにな、ね、まあ、またね、次回、機会があればねやりたいと思います。まあ、とにかくですね、せっかく岡山さんスタジオに来ていただいたんですが、まあ、あっという間に、はいはい、時間が経っちゃったので、まあ、インタビューはここまでとさせてください。今日はもう、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さてですね、まあ、岡山さんまだうるさいんですけども、今回も終わりの時間が近づいてきました。安田さん、第5回目の総括をお願いします。はい、今日もリスナーの皆さんに喜んでいただけたのではないかと思います、はい、このコーナーにメッセージやリクエストなどがありましたら、ラジオフチューズの公式ウェブサイトから送ってください。はい、了解です。まあ、なおですね、このコーナーではスポンサーさんも募集してるんですよ。ご興味のある企業、団体、個人の皆さん、もしいらっしゃったらラジオフチューズに、お問い合わせください。リスナーの皆さん、ありがとうございました。また来週。
谢谢大家，再见。哦，不用谢了。ありがとう。ありがとう。面白かったな。盛り上がりましたね。